美味しすぎて圧倒される。こんばんは、ひょうきんガラスと申します。今日はフランス発祥のレストランガイドであるゴエミオにも掲載された高知を代表するお店、チャイナバルシゲルさんに向かっています。チャイナバルシゲルさん、もちろん中華料理なんですけど、正直言って僕が考える中華料理というカテゴリーを超えていると思います。何度かお伺いしてますが、圧倒的なんですよね。提灯ガラス的には中華を食べに行くというよりも、しげるさんのお料理を食べに行くという感じです。はい、というわけでまず1杯目ですが、いきなり紹興酒をお願いしました。紹興酒はもちろんビールやカクテル、そしてワインがすごく充実しています。しげるさんはソムリエの資格を持っていて、いろいろ教えてくれます。中華とワイン合うのかなと思うかもしれませんが、しげるさんのお料理とワインはめちゃくちゃ合います。ワインは選ぶのが難しいので、ソムリエのしげるさんに選んでもらった方が無難です。優しく分かりやすく教えてくれますよ。まずは紹興酒で乾杯。はい、お通しの梨と新生姜のマリネが到着。梨と新生姜って合うんですね。初めて食べた組み合わせでした。確かに2つとも爽やかな風味が共通しています。梨は甘み、生姜は辛みがありますが、この3つのバランスが取れていてすごく美味しかったです。紹興酒と新生姜の辛みがめちゃくちゃ良いペアリングでした。おまかせ前菜3種が到着。見てください、この美しいお料理。中華料理って聞いてこれが出てきたらびっくりですよね。これを2人でシェアしていきます。楽しみすぎる。まずはアナゴのテリーヌだったと思います。これからいきます。素材の味がダイレクトに感じられます。優しい味付けですが、お塩も添えられているので味を濃くしたい場合でも大丈夫です。でもまずはそのまま食べてみてほしいですね。食感も最高でしたよ。次はサーモン。色がめちゃくちゃ鮮やかです。少し熟成してるようにも見えますね。みずみずしいしっとりとしたツルツル食感、しかも噛み応えもあって美味しい。前菜のサーモンでこの美味しさなのでちょっとビビってます。前菜の最後は鴨のロースト。美味しそうな色です。それではいただきます。もう今日の優勝これでいいですか？困るな、いきなりこんなのが出てきたら本当に困る。美味しすぎます。ちなみに全て中華の味付けが施されています。でも僕にわかるのはほのかにです。気分的にはフランス料理を食べてるみたいな感じです。まあそんなにフランス料理食べたことないですけどね。とにかくね、一口入れるたびにお酒を飲んでペアリングを楽しみたくなる前菜たちでした。紹興酒がヘルヘル。個人的には前菜おかわりしたいくらいです。次に到着したのがマコモダケのカリカリ揚げです。グラスに入っているのでおしゃれですね。美味しいですよ、マコモダケ。食感はパリグリって感じです。揚げられているので表面はパリッとしていますが、マコモダケのグリグリした弾力が気持ちいいです。うん、やっぱり美味しい。我慢できずにワインを注文しました。しげるさんにお任せのソムリエお任せグラスワイン3種。まずは白ワインから。オーストリアのグリューナーベルトリーナーという品種のワイン。提灯ガラスはオーストリアのワイン結構好きです。なんとボトルが残り少なかったということで、最後まで注いでくれるというサービスをしていただきました。ありがとうございます。パートナーは高知で作っているクラフトビールトサコを注文。ワインを飲み出してからクラフトビールもめちゃくちゃ好きになったんですよね。トサコ美味しいですよ。次に到着したお料理がソフトシェルクラブのタイ風刀。これ美味しいのでぜひ食べていただきたい。サワガニのようなカニを殻ごと揚げて出してくれます。ソフトシェルの名の通り柔らかい殻で全て美味しくいただけます。また味付けがたまらないんですよね。この粉何ですか、これめちゃくちゃ美味しいんですけど。ブロッコリーもカニも
レンコンも全部美味しい。これを食べている間にソムリエおまかせグラスワイン3種の2つ目ジョージアのオレンジワインを注いでくれました。オレンジワインというのはオレンジで作っているわけではなくて色がオレンジ色のワインです。白ワインで使われる白ブドウを赤ワインのように皮も一緒につけて作るとオレンジワインになります。最近よく見かけますね。そしてジョージアのワイン、ワイン発祥の地と呼ばれるほど歴史がある国です。味は独特で僕は好きなんですけど、ちょっと苦手に感じる人もいるかもしれませんね。なんだろう、口にするとグッとくる感じ。はい、本日最後のお料理、子羊のクミンスパイス仕立てが到着。見た目のインパクトもすごくてメイン出てきたって感じですよね。提灯ガラスは子羊もクミンも大好きです。見てください、この断面めちゃくちゃ美味しそうですよね。ゆっくり飲みながら食べたいので今回は先にある程度切っておきましょうか。ではまずこれから食べていきましょう。いただきます。めちゃくちゃ美味しい。噛めば噛むほど口の中が幸せになってきます。ずっと噛んでられる。さすがしげるさん、3種類目はこのお肉に合わせて赤ワインを持ってきてくれました。イタリアのトスカーナ地方のワインでお肉によく合うサンジョベーゼという品種がメインです。お料理はお肉とクミンなので強めの味付けですが、このワインもそれに負けず劣らずいいバランスで口の中でソースになってくれます。お肉を噛めば噛むほど美味しいし、ワインを飲めば飲むほど美味しい。もう止まらないってやつですね。ほんと困る。それでは本日注文したメニューを振り返っていきましょう。梨と新生姜のマリネ、紹興酒、おまかせ前菜3種、マコモダケのカリカリ揚げ、クラフトビールのトサコ、ソフトシェルクラブ、子羊のクミンスパイス仕立て、ソムリエおまかせグラスワイン3種。以上です。合計金額は1万3000円くらいでした。一般的な居酒屋と比べるとちょっと高いと思うかもしれませんが、注文の仕方によってはもっと安くなりますし、何よりもしげるさんの料理は本当に美味しいので満足度がすごいんですよ。提灯ガラスのお気に入りのお店です。特にしげるさんのコース料理は感動します。本当の話なんですけど涙が出たことがあります。人気店ですので予約をしてから行ってみてください。それではまた次のバルでお会いしましょう。バイバイ。